Welcome back. What we're going to be doing from here on in each part is go through this entire list. In future, I won't show this list. We'll just do essentially like what comes up in each route, just starting off, just being like, boom, 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 let's get going sort of thing. And we'll be starting here with Alice and then making our way through each day with all of these. And we'll see how it plays out from there. So, Alice. Alice. 来てくれたんだね当然でしょせっかくジャックが呼んでくれたんだものでも大切な話があるなんて手紙が突然来たからびっくりしちゃった急にどうしたのけじめをつけようと思ったんだけじめ僕たちは幼なじみで昔からずっと一緒に過ごしてきたよねそうね学校でも一緒だったし家族よりも長い時間を過ごしたかも、うん、君は僕にとって一番身近な存在で一番の理解者だよでも僕はそれに甘えていたのかもしれない君との時間が心地よくてこの関係が壊れてしまうのが怖くてずっと自分の思いを押し殺してきたジョックでもそれって不自然なことだと思うんだ自分の気持ちを偽ったまま君の隣に居続けるなんてだから覚悟を決めた君に僕は君が好きだアリス Whoa, mate. You actually went and did it? 幼馴染としてはもちろん一人の女の子として多分だいぶ前から好きだったんだアリス君はどうその僕のことを男として見れるかな Careful, don't アリスがいいんだよアリス他の子じゃダメなんだ泣いてるのごめんもしかして嫌だった違うの違うの嬉しくてついジャックに告白してもらえるなんて思いもしなかったからあのね自分を偽ってたのは私も同じだったの私もずっとあなたのことが好きだったでも告白する勇気なんてなかったもしもジャックに恋人ができたとしても幼なじみとしてなら私はあなたの一番でいられるから一番でいられる立場を捨ててまであなたに思いを伝える勇気なんてなかった私は弱虫だったのよ I had no idea she felt this way ジャックが幸せなら別に私の気持ちなんて伝えなくてもいいと思っていたの本当は一番近くで笑っていたかったのにその願いは押し殺していたのよじゃあ僕たちは似た者同士だったんだそうだったみたいジャックが勇気を出してくれなかったら私たちは思い合っているのにずっと何も変わらないところだったわねえジャック私からも言わせてうんあなたのことが大好きよイエーイAlice invited me over for dinner. I used to come over here for playdates, but now it's the real thing. いらっしゃい、ジャック。今日は呼んでくれてありがとう。でも、手料理を作ってくれるなんて急に言うから驚いたな。だって、ほら、
私たち恋人同士になったわけでしょ。昔から憧れていたの。好きな人に手料理を食べてもらって美味しいって言ってもらうのが。だからほら、ジャックはくつろいで待っていて、腕によりをかけて料理を作るから。わかった、楽しみにしてるよ。 I didn't know Alice could cook. Something to remember for the future. よし、ここまでは完璧よ。あとはこの卵をふわふわに。アリス、大丈夫？大丈夫よ。ちょっとボールを落としちゃっただけ。気にしないで。なんか焦げ臭くないか？Is she okay in there? Like, why is the room filling with smoke? 卵、焦がしちゃった。ああ、しっかり者のアリスにしては珍しい失敗だね。ごめんなさい。いや、落ち込まないで。ところで、何作ってるの？オムライス。チキンライスはもうできてるから、あとは。ふわふわ卵で包めば完成だったんだけど。何か手伝おうか。ううん、ジャックは待っていて。レシピはちゃんと暗記してるし、私一人で平気。ジャックに食べてもらいたくてたくさん練習したんだから、今日こそは絶対に美味しいオムライスを。 She practice for me? アリスがそう言うなら待ってるよ。でも手伝えることがあったら何でも言ってね。ありがとう。はい、できたわ。お待ちどうさま、ジャック。That's adorable. わあ、おいしそう。形もすごく綺麗だね。だから言ったでしょ、たくさん練習したって。正直、上手にできなかったらどうしようって思ってたの。でも、ジャックのおかげでうまくいったわ。僕？何もしてないけど。待ってるって言ってくれたでしょ。ジャックが私を信じて私に任せてくれたんだと思ったら、なんだか自信が出てきちゃったの。アリス。さあ、あとはケチャップをかけたら完成よ。ジャックはどんな柄がいい？柄？ハートとか可愛い動物とか、ラブって書くのもいいわね。何かリクエストはある？そんなサービスまであるんだ。 What should I ask for? I don't want to make it harder for her, but love would be kind of embarrassing. そうだな。じゃあ、ハートで。 Not that a heart's much better. ハートね、任せて。ケチャップで慎重に、手の力は均一に、そーっとそーっと。あ、やだ。ちょっと飛び散っちゃったね。容器に空気が入ってたのかな。ま、アリス、ちょっとじっとしてて。ほう、ケチャップがついちゃってる。はい、これで綺麗になった。Oh my, mate. That's a bold move. Hm? ごめん. 子供の頃と同じ感覚でつい、この年でやることじゃなかったかな。うん。ちょっとびっくりしちゃっただけ。嫌じゃなかったわ。ジャックだから。そう。Damn it, man.Is that all you've got to say? She said she doesn't mind me licking her because it's me. Oh my. Man, my heart's pounding like crazy. Easy boy, steady. ごめんね。ハートの形、汚くなっちゃった。練習した時はうまくできたのに。大丈夫だよ。アリス、ケチャップを貸して。
ちょっと見てて。飛び出しちゃったところを隠すようにケチャップをかけたら、ほら、赤いハートになった。ジャック、すごいわ。こんなに器用だったのね。そんな、大したことじゃないよ。アリスが途中までうまく描いてくれたから、やりやすかったし。ありがとう。幼馴染でも知らない一面って、まだまだあるものなのね。それ、僕もさっき同じこと考えてた。アリスって料理できるんだ。知らなかったなって。これからも、いろんな君を知っていけるといいな。きっとできるわ。ひとまず、今は私の手料理の味を知ってもらっていいかしら？うん。いただきます。皿洗い完了っと。I thought that was going to be the end. I thought it was going to be like, oh, that was lovely. The end. No. Got the dishes to do. ありがとう、ジャック。お客様なのに、後片付けさせちゃってごめんね。おいしい食事をご馳走してもらったお礼だよ。おいしかった。本当の、本当に？うん、本当だよ。今まで食べたオムライスで一番おいしかった。よかった。美味しいって言ってもらえてすごく嬉しい。でもケチャップはちょっと失敗しちゃったし、やっぱりまだまだね。もっと上達しないと。初心者でもこんなに美味しかったのに、もっと上達したらプロみたいになっちゃうんじゃないか。きっと料理上手ないい奥さんになるんだろうな、アリスは。Oh my. いい奥さんに。Then you just started dating, now he's proposing.Oh. Did I go too far? Come on, man. それじゃあ僕はそろそろ帰ろうかな。あんまり長居してもあれだし。待って。Hmm? He's pulling my shirt. あのね、今夜うちの両親が留守なの。Oh my. 夜に一人だと心細いから、朝まで一緒に過ごしてくれない？あ、朝まで？ Stay over as in just the two of us? I'm sure she doesn't mean anything by it, but... ダメ。できれば、ジャックと一緒に見たかった映画もあるんだけど。She's waiting for you. Don't be a weirdo. わかった。アリスがいいなら泊まっていくよ。ありがとう。It's just a sleepover. Nothing weird. But she sure left it late to ask me. Guess that just means she trusts me. It counts for something. それじゃあ、こっちのソファーで一緒に座ってみましょう。うわ、距離近いな。緊張で映画の内容を頭に入ってこなかったりして。ジャック、どうかした？いや、なんでもない。映画楽しみだね。What's got me so worked up? Perfectly fine taking things one step at a time. And yes, that was it, by the way. So obviously in the next part, we'll do the heroine select and go off to Red Riding Hood. So we'll go through the motions with each of them now. It's just very, very abrupt in its ending. But all right, we'll see you in the next part with Red Riding Hood. Like I said, we'll just jump into it and keep a nice pattern to it about like the intro and outro from here on out. So, see you in the next part with Red Riding Hood. Ta-da for now.